とうもお待たせしました。第5回岩手子ども伝統芸能フェスティバル、いよいよ開幕いたします。岩手にはいろいろな神楽、それから伝統芸能たくさんありますけれども、その伝統を継いでいこうということで、子どもたちがたくさん集まって練習して、そして今日の日を迎えてくれました。今日は4団体が出演するんですけれども、まず最初はもう皆さん頑張ってもらっています、三叉好みさんです。では三叉好みさんからいただいた紹介文をご紹介いたしましょう。三叉好みは小さな子供からお年寄りまで、盛岡三叉踊りが大好きなメンバーが集まってできた団体で、結成21年目になります。今年のパレード本番では念願の最優秀賞と統一三叉踊り大賞をダブル受賞することができました。三叉好みはいつでも新メンバーを募集中です。三叉踊りが好きな方であれば、年齢性別問わず大歓迎です。ぜひ私たちと一緒に三叉踊りを楽しみましょう。そして今日は5歳から中学生までの子どもたち18人で三叉踊りを披露します。元気な掛け声と笑顔で最後まで頑張りますので、皆さん応援どうぞよろしくお願いしますということです。それでは三叉好みの皆さんお願いします。
伺いたいと思います。5歳から中学生のお姉さんまで素晴らしいですね。すごく子供たち、はい、私たちの子供たちは本当に素晴らしい子供たちばっかり、はい、今日も上手に踊れました。はい、普段はどれぐらい練習なさっているんですか？はい、週1回木曜日に練習しております。でパレードだけじゃなくってこういったイベントにも多数呼んでいただいておりますので、年がら年中一年中通して練習しております。とてもサンサ踊りが大好きというのがね、踊っている子たちの表情からも分かるんですけれども、やはり皆さん大好きで大好きで集まってきて、皆さん大人まで、子供から大人まで練習していらっしゃるんですよね。今年はバブル受賞ということで素晴らしい、おめでとうございました。もしありましたらここでどうぞ、募集中を代表の方からちょっとお声掛けいただけますでしょうか？今日は5歳から中学校までの子どもたちで出場しましたけども、普段ですね、本当に子どもから大人まで、上の方だと93歳のおばあちゃんまで出ていただいてます。で8月のパレードに中心に活動しているんですけども、私たちサンサ踊りが大好きなメンバーであれば誰でも入れる団体ですので、もしご興味ある方いましたら、サンサ踊りやってみたいけどどこ行ったらいいんだろうとか思ってる方いましたら、ぜひサンサ好み のホームページ見ていただいて、練習会場にお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは大きな拍手でお送りください。はい、ありがとうございます。